はいみなさん、ということで、パッチノート12.5、ベータパッチが来たということで、ね、すごい小さめのパッチが来たということで、まあそれだけチラッと見ていきましょう。あまずこちら、アフィリオス、まあ基本的になんかプロシーン向けの調整だね。でほぼ ADC の調整が来てます。アフィリオス、アーマー2位ダウン。これ大体いいね、ダメージ5%アップと考えてくれている最序盤で言うとね、まあ5%、3%から5%ぐらい増えます。受けるダメージが。AD からね。 でちょっと柔らかくなる。で基本体力20段。まあアフィリオスが元々結構苦手だった、そのなんかポーク系とか、あとオールインしてくるドレイブンとかトリスターナみたいな、ああいうチャンピオンに対してより弱くなったって感じだな。まあ連戦で崩しやすくなりましたアフィリオス。で、アッシュ、W のマナコスト、スキルレベルにかかわらず70だったのが、75から始まって、まあ最初は一応増えてるんだけど、一瞬ね。ただ W 最優先で上げてい,いくと、 えー、55マナに前より15マナ低くなります。って感じかな。まあ、冷静鎮鎮、アッシュって冷静鎮鎮が持ってんのかな知らないけど、マ、ま、ナ、あ、持ち若干良くなりますね。ただ、アッシュってそんなマナ持ち悪かったかって言われるとなんかそうでもない気がするんだよな。わかんないけど、まあまあいいんじゃないって感じ。で、R のバフの方が大きい。ランク1段階でクールダンが20秒短くなってる。これはでかいね。アッシュなんてのはこれ真面目な話でウルトを打つマシンなので、インゲージが。 エンゲージができる ADC なんていうかユーティリティ寄りなんだよなチームの補助をする役割の ADC なのでそのウルトの根幹部分そのユーティリティの根幹部分がバフされたってのは本当にでかいと思います、まあ、このウルト起点に基本的にゲームを動かしていくことになるからで結構そのウルト上がるたびに打つスキルなんだよね割かしそうこの前の段速のバフとも合わせてまあやりやすいんじゃないかなうんチームにエンゲージが足りないと思ったら使ってみてはいかがでしょうか あとなんかゼリーに強いらしいよ。意外と。はい、次。ドレイヴン。AD2 アップ。これね、すごく大きいように見えるんだけど、おそらく、まあでもゲーム全体通していえばね、今日ダメージで言うと100ダメージ以上多分、増えるんだけど、敵チャンピオン何百回も殴るだろうしね、1ゲームで。ただ、連戦段階ではね、実はそこまで行かされないかなって思ってて、ドレイヴンってどうしてもオートラックのレンジンが短いから、 結構敵チャンピオンに大ーラックからハラスを仕掛けに行くってのがなかなか他のケイトリンみたいなチャンピオンと比べて難しいだからケイトリンの AD が変わるとさめっちゃ勝率が変わるのって簡単に敵チャンピオンのこと殴れるからなんだよね<の>連戦においてあのその殴れる数が明らかに多いケイトリンとかはただ奴隷分はねレンジが少し短めで機動力もないからなかなか敵のチャンピオンを殴りに行くってのは、まあ、ちょっと難しいわけだよね まあ、いいバフであるとは思うけど、そこまで勝率が伸びるとも思わないかな。って、感じです。トップドレインとかにとってはね、結構大きなバフだと思う。敵チャンピオン、基本的にメレーチャンピオンなので、まあ、殴りやすいよね。その、ボットレーンとかに比べて。っていうぐらいかな。はい、次。ジンクス。フィッシュボーンのマナコスト。まあ、16から20までランクに応じて、ちょっとずつ増えていくところが、一律20人。 なりましたよと、まあ、ジンクスね連戦あもう一個も呼んでからにしようかでフィッシュボンの射程ランクが低い時はねあんまりレンジ伸びなくなりました20減ってるねやっぱこのレンジの違いっていうのをやっぱプロっていうのはプロっていうか本当の高齢との ADC っていうのはすごい生かしてくるわけだよね自分だけしっかりオートラックして相手にはオートラックを変えさせない、まあ、そのレンジをねフルに活かせばそういうことができるんだけど、まあ、それのナーフ 序盤の連戦の強さが少し削られた形になりました。マナについてはね、プロは結構そのビスケット持つから、ビスケットあれば多分別にその変わんねえんじゃねえかなって思います。うん。なんかそんな変わんなそう、ジンクスに関しては。本当の高齢トだったら多少勝率にあの変化が出るかもね。ってぐらいかな。まあ、Q はね、最優先で上げていくスキルなので、そこまでお影響が大きいとはそんなに思わないね。って感じ。 ルシアン、レベルアップごとの攻撃記録2.3から2.9最終的には 10AD 増えますただしパッシブ、警戒によるまあ、おおたらく2発だね2発違うなこれおおたく2発の時じゃないな警戒はあれか味方からバフ受けるたびにの追加ダメージが増えましたとで AD がねこれ10%増えてるのこれすごいでかいこれすごいでかくてこれトータル AD の10%なんだよねだから序盤からね5ダメージぐらい で中盤以降は10ダメージ以上増えてるんだよねだからこれ、まあ、結構その連戦段階で、序盤からね、しかも序盤から強くなったと言います。まあ、そのサポートにエンチャンターがいる、いるならだけど、そのルシアンにこの警戒を発動させることができるならの話だけど、これはすごく大きいバフですね。まあ、ルシアンの連戦をすごく強くすることによって、おそらくこのジンクス・アフェリオスっていう奴らの勝率を下げようっていう、まあそういうことだろうね。 あとゼリーもそうだと思うけど、ゼリーに勝てんのかなどうなんだろうルシアンって。まあ、この2体をちょっと押さえつけるみたいな意味合いがあるバフに見えますよね。連戦すごい大きな強化です。まあいいんじゃないかなすごく大きいバフだと思う、ルシアン。いいね。そ率上がると思います。まあもちろんサポート依存だから、どうなんだろうなってところもあるんだけど。はい次、マスター A、e。これね、巻き戻しです。E と R のこの前のナーフが巻き戻しになりました。まあ、ちょうどいいんじゃないか。 えこれで逆にナーフになったのは、9のオンヒットダメージだけかなうん、なんかちょうどいいとこになるんじゃない結局。E の巻き戻しはすごい嬉しいね。で、ないウルトのこの巻き戻しが一番嬉しいかな一番嬉しいかも。やっぱウルトナイト真っ最低なんもできないからね。マジで。ウルトナイト本当に何もできないので、これはすごくいい巻き戻しだと思います。ま,あ、また、同じように低レとだと勝率が高くて、まぁ、あ、高レートになると勝率がちょっと低いみたいな。まあ、そういう感じになるんじゃないかな。 まあ、ちなみにね、今シーズンマスター、e、でチャレンジャーに行ってるプリアがいるんでね。なんだっけ、シネリオシネリオかな確か。うん、その人がね、またチャレンジャー、しかも確か10位とかだっけすげえランク高いとこ,ところまで行ってるから、まあ、実は高齢とでもワンチャンある。まあそんなチャンピオンとなっております。ライズ。最大マナの増加。魔力100につき5%だったのが、魔力100につき10%になりました。まあ、セラフだとかから得られるクールダウンだったり、 あと、急にマナレートがついてるので、あれ E にもついてるんだっけなちょっとちゃんと覚えてないんだけどあ、そのマナレートついてるんで、若干ダメージ増えるってことだね。魔力が増加した分。ただ、基礎値。基礎ダメージはなんと、えぇ、ー、25。9。<laughs> なんと、25基礎値が減っております。これ結果的にどうなんだろうな。確かに若干ダメージ下がるんじゃなかったかな。うん。バフともナフとも書いてくれてないから、この調整によってどのぐらい変わるのかいまいちわかんないね。はい、バルス。 パッシブによる通常攻撃時の追加魔法ダメージが7から15だったのが7から21まあ最終的には6増えてるねで R の基本魔法ダメージが150、200、250なのが150、250、350まあ50ずつ増えましたまあまあ変わんないかなって感じですね、えー、スバルスってさースバルスってさースバルスって W 上げるかな確かあげないんだよねまあ、確か W ね、あげなかったと思うんだよね ?W 上げるんであればすごくでかいと思うよ。つっても多分2点目に上げるから。おそらくねうん。そんなに変わんなそう。ウルトも、ウルトもしっかり。ランク6段階で変わってないからね。ランク6とかランク、レベル6段階のダメージが変わってないから。ADC ってレベル上がりづらいから。まあ、そんなに変わんない、ウルトは。で、W もそんなに変わるとは思えない。はい、ゼリー。来ました、みなさん。 ゼリーには、おそらく大きなナーフであろうものが来ています。まず、基礎 AD5 ダウン。でかいね。もう初めて。もう普通のチャンピオンでこんなナーフがないんじゃないかってくらい、凄まじいナーフが来ました。基本コイン記録5ダウンです。まず基本コイン記録下がったっていうのは、まあ、実はね、この Q のダメージが増えてるから、実はね、5増えてるから AD が下がった分は完全に補填できてるんですよ。Q が全ダウン当たった時はね、この基礎 AD のダウン。 カバーできてるんだけど、じゃあなんでこの基礎 AD 直したのかっつうと、まあトリフォビルドだね。トリフォビルド。あーシーンなんだけど、シーンって基礎 AD の150%だっけ ?175% だっけ ?150 だったかなのね、ダメージを追加で与えるんだよね。だから基礎 AD が低いチャンピオンだと死んでダメージが全然出ないんですよ。で、トリフォ積むとね、200%なんだよね。その追加ダメージ、基礎 AD レートがね。 それだけでもまず10下がったことになるトリフを積んだ時の急のダメージがでさらにトリフォのパッシブで敵をおどくするたびに基礎 AD が、まあ、パーセンテージで増えていくからそこからも減ることになるプラス W のダメージとウルトのダメージウルトなのパチパチいく電気の方ねのダメージはあれ基礎 AD レートだからまた、あ、トータル AD だから基礎 AD のダウンの影響を受けることになる だからいろんなスキル。主にトリフォ W、ウルトのダメージが下がってることになるね。これによって。で、レベルアップごとのダルカバフです。85から90。レベル18までいったなら、まあ、90、あ、違う、85? 増えてることになります。気温物理防御。23だったのが、23チャンピオンレベルごとに3.5だったのが、22。基礎値がまず1下がってるし、レベルアップ、 アアップごとのーーマー増加値も0.5下がってますで最終的にはアーマーねほぼ10失ってますねこれな,なかなかでかいアーマー100以下の時のアーマーの価値っていうのは結構高いんですよ100超えるとねあんまり意味ないというかそこまで効果的ないんだけどアーマーが100切ってるようなチャンピオンのアーマーが減るっていうのはさっきのアフェリオスの時もそうだったんだけど実は意外とね数値以上に影響がでかいです だちょっと倒しやすくなるってことだね。で、オートラック。まあ、チャージ時、対象の最大体力に落ちた魔法ダメージ3%から15%。与えていたのが1%から10%になりました。まあ、俺いっつも言ってるけど、最大体力割合のダメージって1%違うだけでもすげえダメージが変わってくるわけね、まあ。レベル13かな。レベル13でね、マックスの15%になるわけだけど、まあ、5%。 減ってますよってなると最大体力1000のチャンピオンを殴ったときはもう50ダメージ減ってることになるよねシンプルにで2000のやつ殴ったときは100ダメージこのダメージの基礎値が減るってことになります、まあ、もちろんねアーマーときは今まで低減されるから、まあ、それとは、まあ、実際には違うと思うんだけど多少数値がねだからこれすごく大きいなフこれもまたダメージが下がってるよね Q のバフはさっき話した通り基礎 AD が下がった分を9の ダメージでカバーしてるただ序盤のダメージは下がったねあの基礎 AD が低下してる分、まあ、レベル9になったらダメージは一緒と9のダメージだけはね一緒で E のクールダウン23から19秒だったのがスキルレベルに関わらず23秒になりましたランクを上げないと機動力全然ないよとさらに ADC は何度も言うけどレベルが上がりづらいディオレンだからね だこの影響をモルに受けることになります。他のレーナーより長い時間その影響を受けることになるで。さらに貫通ダメージ。低ランク時の貫通ダメージがなんと20%減ってます。で、ランクマックスになると、まあ、元に戻るんだけど、まあ、ランク上がりづらいので、レベル上がりづらいんで、この影響結構長い間それこそドラゴンファイトとかで結構影響が出てくるかな。売ると、 発動時に命中したチャンピオン1体ごとに得られるスタック数3から4にまあ、売ると敵に当てれば当てるほどその分、まあ、リターンが大きくなりますよって感じなんだけど、まあ、このウルト複数体に当てるのってまあ難しいと思うんだよね結構ねある程度前に出なきゃいけないことになるからまあこれはバフっぽく見えるけど実際はそんなに機能しないんじゃないかなって感じで、さらに R スタックごとの増加移動速度2%から1.5%に下がってますね 下がってる。足もちょっと遅くなってるってことです。はい、ということで、もうすべて、もう何もかもナーフされた。主にね、ダメージだなダメージが一番下がってる。キ動力も下がってる。といったことで、もう全部ナーフ。で、なんでこのチャンピオンがこんなにナーフされるかっていうとね、個人的に思うのが、なんていうか、対処が難しいマスタイ、e、みたいな存在なんだよね。で、マスタイ、e、って、手に CC がないとさ、結構すごい強いじゃん。すごい強い。 ただね、あの、近寄ってきてくれるから、みんなでフォーカス合わせたり、CC で固めれば、まあなんとかなるよねっていう、明確な弱点があるわけじゃん。対処の余地がある。イラオイとかもそうよ。イラオイね、相手に命令チャンピオン多いとき、すげえ強いけど、まあ CC チェインしたり、あとウルト打たれたら一回下がればね、まあ大丈夫って感じなんだけど、ゼリーはね、あのね、CC がない構成で出されると、 相手にね、相手に CC がないとき、ゼリーを出すとね、マジで誰も触れないんだよね、ゼリーのこと。本当にね、やばい。特にね、レートが高くなれば高くなるほど、本当に対処ができない、ゼリーは。もう構成の視点で、ああ、終わったなってなるもん最近。で、それをちょっと実際見てもらおうかなと思うんですけど。この僕のナスス、2、4、5の試合。これ実はね、俺結構勝ってたの、トップラン普通に勝ってたんだよね。あ、いいじゃん、いいじゃんと。 これ結構まあ、ボットにも言い分だし、ミッドも言い分だし、全然勝てるわって思った瞬間、このゼリンがね、4人殺しました。もう、誰一人触れなかった。そう、うちね、これ対象してのシー,シーが一つもないんですよ。まあ、なさそのウィザーでなんとかなるだろうって思ったの、僕。ウィザーとまあトランドルの E のピラーで止めれるだろうって思ったんだけど、本当に集団戦の時ね、もうゼリンに一回も触れずに。マスター隊よみんなこれ。マスター、 これチャレ、ね、チャレ,チャレでこの人もチャレちなみにゼリ,ゼリチャレですこれでマスター隊でさその誰一人言い分の状態でゼリに一発も触れないわけマジで誰一人触れなかったで毎回毎回ゼリのこと一発も殴れずに全部の集団戦負けましたって感じで構成によってはねうまいゼリがいるともう罪なわけもう集団戦絶対勝てない足も超速いしで硬いんだよねトリコタイタンハイドラって積むから硬いし 相性のいい構成というか、に対してあまりにも強すぎる、ゼリーは。だから、バンしなきゃいけなくなっちゃうんだよね。その対象しての CC がないんだったら、もうバンしなきゃいけないとこのチャンピオン。っていったところで、結構構成の幅もね、正直、狭めてたと思う。ある程度、レートが高いところまで行ったら。バンはピックになってたと思うから、まあ、コロナフは正直ね、妥当ちなみに、ウィザーつけても、こいつ全然足があったか足がかったからね。てか、レンジが長すぎてね、あのウィザー、打ちにいけなかった正直。もう近、近 <laughs> あの <laughs>、 たどり着くまでにもう体力がね、持たなかった。足速すぎて。だからこれはね、正直妥当です。だから俺はね、あまりにもその、ゼリーにトラウマをすぎてて、もうこれでも強いんじゃねえかって思ってるからね、ちなみに。あちなみにこれでもね、CC がない構成に対しては、マジで無類の強さを誇ってると思う。ちゃんとプレイすれば、マジで死に落さない。対象視点がないなら、もうゼリーは飛べれない、マジで。そまだね、そのアイデンティティは完全に保ったままだと思うわ。 あのこのパッチの状態でこの試合やったらおそらくもう一回負ける。絶対負けると思う。っていう感じだから、もっとナフしてほしい。もうこいつは俺、これ嫌いだわ。もう <laughs> あんまり僕嫌いなチャンピオンそうまでいないけど、<laughs> エイトロックスぐらいだけど、ゼリーはね、マジで嫌いだわ。もっとナフしてほしい。ただ勝率は相当下がると思う。はい、次。ソラリー。あまあ、パッシブで周囲の味方に与える。あー、テマーる。これ自分もね、自分も含めてなんだけど。が、 下がりましたた減ったね、まあ、タンクチャンピオンにとって2ってのは比較的どうでもいいんだけど、まあ、柔らかいチャンピオンにとっての2っていうのは、まあ、そこそこ大きいよね。さっきアフィールストの時にもちょっと言ったけど、まあ、それは正直まあどうでもよくて、こっちよね。シールドの基礎値が230、385から200から365。まあ、下がってます、基礎値。特に序盤からね、まあ、序盤これレベル1か,1からなんだけど、下がってはいるんだけど、実際、 問題そんなに問題がないと思っててパッと見ねお基礎じ30も下がったら結構でかいじゃんって思うと思うんだけどおそらく 30×5 で150も下がってんじゃんって思うかもしれないんだけどおそらく違くてこのシールド値を不利に生かしてる状況ってね多分そこまで多くはないのかなって思うんだよね例えばさ相手に AOE スキルだジングスの R とあれて5人全員当たっちゃったってことであればコロナーフは めちゃくちゃ痛いんだけども結構さあると思うんだけど味方一人捕まってそいつ助けるためにこれ撃ったみたいな空のアクティブ使ったみたいなことって結構ないあるよねあると思うんだけどでその時って実質その失われたシールドなんか有効に使われたシールドっておそらくこの230のみ1人分のみなんだよね自分は多分そこまで殴られないだろうから <laughs> ない <laughs> ない人いるなだから おそらくそこまで問題はないそう体感そんな変わんないと思うしあとやっぱりその即時発動ってのがすごくいいよねまあ即時発動じゃないアイテムなんてそ,うそんなにないけどさ即時発動で AOE でシールド貼れるっていうのはすげえ優秀今時さセナも持つからねこれセナ結構それで持つからね普通に強いアイテムだからまあまだいけんじゃないあでていうごめんのマスターのナフごめんごめんこれこれにそういえばね開通してなかったね あの基礎体力が下がった。これ戻ったんだっけあ、これ戻ってないな。基礎体力が減ったのと、急の ADL、えー、と AD L っていうのは10下がった。これどうでもいい。あ、でもどうでもよく,よくはないかな。ジャングリングちょっと遅くなるから。で、クリティカルダメージが下がったのは、これは本当にどうでもいい。どうせクリティカル積まないし、グリーンゾー積むから0%になるしね。まあ一応ウィッツエンドとか進むと若干クリティカル残るんだけど、お前どうでもいい。で、通常攻撃効果。 えー、75%2 回目以降の命中度は18.75%に低下と、まあ、結構そのオンヒットダメージが下がったみたいなんだよねうんまあそれも加味して今回多分ちょうどいい感じになりましたはいといったところでえパッチロード12.5ベータパッチ解説をこの辺で終わっとこうと思いますバイバーイ